どーぷがまりです。今回は明日履くスニーカーを紹介します。今回紹介するスニーカーはこちらです。ボンボンボーンボン。はい、ポンプユーリです。ポンプユーリね、最近ちょっと盛り上がってる感あるし、でしかもこれね、後期型の方のポンプユーリです。ここにリフレクターがあるタイプの、ここになんだろう、ツーガードだかなんかついてないタイプのやつです。だからちょっと俺、みんなの今買っているポンプユーリと違うんだぜ感出せるんですよね。まああとなんすかね、まあそんな感じです。でもね、僕思うのが、ポンプユーリ2012とか13ぐらいから復刻し始めたのかな、このカラーとか。まああとね、なんかね、なんだろう、サックス系のあの水色のやつあるじゃないですか、あれのヘビとか出始めてたんですよ。パープルのヘビとかが2010ちょいぐらいから、その後ぐらいから結構ポンプのこのオリジナルカラーの復刻がちょいちょい出てたんですけど、で僕そんぐらいからね、おーやっとポンプかっつって買い始めたんですよ。うわーポンプ復刻だっつって、でポンプのオリジナルも僕フリマで昔買ったんですけど、あのね、これポンプヒューリーあるあるなんだけど、ここ割れるんですよ。ベリってこのパーツが壊れちゃうんですよ、オリジナルとかだと。で俺それ壊れちゃってて、でやっとこう、あの自分のこう時代にあのポンプを新品で買えるっていうこの素晴らしさがあって、それで、まあ、11年ぐらいからとか、そっからオリジナルカラーをちょいちょい買い始めてたんですけど、で僕何が言いたいかというと、最近ポンプの限定出たじゃないですか、あの1994足だかなんか限定のやつで、そのポンプ行ってなんかさ、行ったよみたいな人みんないるけど、え、いやポンプは11年ぐらいからすげえ出てんですけどっていうのが思いました。いや、何その限定とかになったらすげえ行ってる感あるけど、いや限定の前から俺行ってっからっていう、すげえなんか言いたかった、すごく言いたかったです。ただそれだけです。そうなんですよ、だから限定になると行くとか、まあわかるっすけど、でもそれプレールから行くんでしょう感というか、プレリに行ってんじゃないかな感が俺ちょっとやだね。しかもこのなんか、これがないじゃないですか、これがないのはよりあった方がいいです。僕はあのなんかね、ポンプ、僕が見てたポンプはやっぱこれがついてたんで、昔見てたものは。で、そっからこう跳ねる感じも嫌なの、ポンプがちょっとプレってんすよ。4万5万とかになってて、その限定のやつが。いや、これでよくねって、わざわざその限定のやつじゃなくて、普通に、まあアトモスとかなんかその辺で売ってたやつでよくねみたいな。俺はポンプ昔から好きなんだぜ感を丸出し風味なんじゃないかな感で行くために、明日これを履きたい。そんな気持ちを持って吐きます。以上です。とチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかなー感だったら、ぜひグッドボタンお願いします。以上です。とー